こんばんは。よろしくお願いします。
でよく比較されるのが同じ時代の加山雄三さんなんですね。表の加山、裏の荒木みたいな感じですね。なぜ私が荒木一郎を歌うかというと、私は伊勢正三のファンなんですけども、大好きなんですね。で、松山が時々歌うんです、この歌を。で、伊勢正三という人が音楽に目覚めたというか、それのきっかけになったのが、彼は津久見第一中学校なんですけども、津久見第一中学校の、島内先生という音楽の先生がおられて、でその方がある授業、音楽の授業の時に、今日は伊勢くんの好きな歌をみんなで歌いましょうねって言って、その時にこの歌を歌ったらしいんですよね。で、それがきっかけで彼はまあ、ギターも弾いてたんですけど、昔言うクラシックギターというか、あれを近所の楽器屋さんで買ってそれを弾いてたらしいんですけど、まあ、それが本格的に、まあ、音楽をやりたいっていう気持ちになった、ね、きっとここにもたくさん音楽をやってらっしゃる方、多分中学高校くらいからずっとやってるはずなんですけど、その、まあ、私もその一人なんですけど、やっぱりそこにみんなにも私にも島内先生がいなかったのかなというふうに思ったりしますね。ということで、ありがとうございました。次はですね、無言坂っていう歌なんですけどね、無言坂っていうのが有名ですけど、無言坂あんまり有名じゃないんですけど、実はレコード大賞を取った歌、もう作曲はですね、なんと無言坂で歌いますから玉木くん、で歌ってる人は誰かというと、歌謡曲の歌う香西かおりさんが歌ってるんで、結構速いテンポで歌ってるんですけど、歌謡曲です。で今日はですね、ちょっとゆっくり、玉木浩二が歌うとですね、ジャズっぽくなるんですけど、もうそれもすごく素晴らしいと思ってるんですけど、今日はちょっと違う、なんかバージョンで、桜井さんと一緒に、まだ練習全然してないんですけどね、演奏していただいて、一曲歌っていただきます。じゃあ、無言坂。
答えが全て渡せる。こんな辛い恋口に出して書いてる。許したい、許せない、ここは無音だから。許したい、許せない、一人迷いだから。帰りたい、帰れない、ここは無音だから。許したい、許せない、雨の前に来た、ここは無言。